はようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田里乃です。今日は重音練習の大切な練習ポイントをレッスンしていきたいと思います。まず2本の弦を同時に弾く基本的な重音練習を、おのあな教法33ページ目の1小節で解説をしていきます。ポイント1、練習法としてまず分散和音で弾いてから重音を鳴らしていきます。まずダウン1級の半分ずつのスラーでドミドミという風に弾きます。重音の下のドから鳴らしていきます。そのまま残りの半球で上の音を鳴らします。そして重音を弾きます。ポイント2、この時重音が澄んだ綺麗なハーモニーになっているかを弾きますが、もし音が濁っていたらそれは重音の音程が合っていません。重音は基本的に下のドの音を鳴らして、それから上のミの音を重ねるので、ドが合っていればミの音が間違っていることになります。つまり重音は下の音を基準に上の音を重ねます。バイオリンは純正率なので、とにかく合っているかどうかは耳を鍛えるしかありません。ポイント3、重音の練習をするときは弦を押し付けずそっと静かに鳴らします。音が潰れてしまっては正しい音が聞き取れません。もちろんこのときはノンビブラートです。ポイント4、まず下の音を取って上の音を取ると言いましたが、指の動きとしては2本同時に設定して押されるようにします。重音というのは2本同時に鳴らすものなので、1音ずつ確かめる暇はありません。なので分散和音を弾くときも2本同時にセッティングをしてから下の音、そして上の音を鳴らして、最後に重音で鳴らせるようにしましょう。他の音も同じようにして練習していきましょう。指の位置を覚えたり一回で取り当てたりと大変ですが、続けて弾けるように根気強くゆっくり繰り返し練習をしましょう。ポイント5、分散和音で鳴らす練習が定着してきたら2本同時に鳴らして音階にしていきましょう。この時はゆっくりでいいので弓を止めずに弾けるように頑張りましょう。もし和音の音程が違った場合はその前の音からやり直してください。とにかく重音の音階は根気なので、ゆっくり繰り返し練習をしてみてください。それではバイバイ。